はい、どうも皆さんこんにちは。 MC を担当しております、元お笑い芸人の天田太郎です。イエーイ、よろしくお願いします。というわけでいつもながらですけれども、メンバー紹介していきます。現役ラグビー選手のペイ君。はい、現在クリーンファイターズ山梨にいます。ペイ原山こと原山光政です。よろしくお願いします。お、なんかチーム名が変わったんで、ちょっと後ほど詳しく話してきて聞いていきたいと思います。はい、続いて現役 J リーガーのヒロ君。はい、岐阜でサッカーしています山内博美です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして今日ですね、番組アシスタントを務めてくれている元水泳選手オリンピアンのミポリンはお休みです、ございます。お忙しそうでございます。さて、このラジオを始めた趣旨を皆さんにご説明いたします。この番組はですね、アスリートがどんな思いで練習や試合に取り組んでいるかといった本音を語り合うことを目的としています。練習方法や食事内容、疲労回復や気分転換の仕方など、競技を超えた全てのアスリートの参考になれば嬉しいです。さらに応援してくださるリスナーの皆さん、アスリートの本音を知って私たちをもっと身近に感じてくださいとのことです。はい、それではいいですか、2人とも。はい、準備はいいかな。はい、行ってみましょう。アスリートの本音ラジオ、はい、絶対いい感じな。はい、ということでですね、今日も早速始めてまいりたいと思います。ですね、ずっと聞いてくださってるリスナーの皆さん、一人ラグビー選手で、一人サッカー選手で、一人水泳選手、それぞれのスポーツ、そのスポーツに対する、面白さみたいなのを聞いたこと一度もないんですよね。そのアスリートの本音ラジオだからって言ってですね、今までは学生時代の話とかですね、いつも食べている食事とかファッションとか、そんな話をしてきましたけども、今日は本音中の本音、ペイ君にラグビーを説明してもらいたいと思います。おー、ラグビーについてトークしてほしい。なんでか、はい、ラグビーのこと全く知らないので、試合を見てても何が面白いのかさっぱり分かりませんという僕がいます。確かにラグビー難しいですよね。僕もでも、高校の時とか友達とかやってたから、まあ多少は分かるですけど、まあ、面白さとかまではそんなに分かってないですね。そもそもあの球がなんであんな形してんのかも知りたいもん、ぶっちゃけ。ごめんなさい、それはちょっとウィキペディアで調べてください。そうなんだ。ということでですね、ペイ君、はい、今日は、ラグビーの面白さについてちょっと一つ一つプレゼンテーションしていただきたいと思いますけれども、先ほども言いました、はい、チーム変わってるんだね。そうですね、実は9月から今いるクリーンファイターズ山梨っていう、山梨にあるクラブチームなんですけれども、そこに行くことになりました。あら、前は大阪だったよね。はい、そうですね、前大阪だったんですけど、で、ちょっと怪我した時間があって、はい、山梨へ行った。そうです、山梨です。初めて京都から、京都より東に行きました。おお、あ、今までのチーム、所属チームってどこだったの？最初はどこだったの？最初福岡です。あ、福岡で、次が大阪で、で、一旦京都帰って、はい、で、今山梨なんで、おお、ちょっとずつ東京近づいてますよ。ほんとだね、はい、もう攻めてきてるね。はい、と上京していってますね。ほんとだね、はい、秀吉みたいだね。秀吉みたいです。大阪止まりじゃないですか。違う、大阪からどん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 ほら東に攻めてったじゃない。ああ、はい、で、最後の戦争は小田原だったからね。あ、そういうことですね。なるほど。どうですか、山梨。まだね、入ってちょっとあんま経ってないんで、この良さみたいなところはまだ分かりきってはないんですけど、ただ一つ言えることは、すごく自然が豊かで、で、僕のイメージなんですけど、すごい涼しいのかなって思ってたんですよ。やっぱ長野とか菅平で、ね、夏練習したりするんで、涼しいのかなって思ってたら、めっちゃ暑いっす。すっごい暑いっしょ、山梨。なんか京都みたいですね、暑さが。そのやっぱ盆地なんで、
なんかめっちゃ暑いね。冬が怖いっすね、この感じだと。冬はね、クソ寒いよ。ですよね。うん。ヒロ君、山梨いたことあったっけ？いやー、ないっすね。川口ないじゃん。とかしかもイメージもないっす、ね。うん。このね、歴史好きからすると甲府っていうのは信玄の町だから、はい。おもろいのよ。なんかそこまたちょっと詳しく教えてくださいよ。あの、一応武田神社にだけは行きましたよ。あ、武田神社行った。はい。あそこも素敵なんだよね。なんで武田神社ちょっと高台にあってね。あ、そうです。あの練習に行く途中の道にあるんで、うんうん。あの、お、こんなとこにこんなあるんやと思って、ふらっと訪れましたね。うん、あそこ、あの、武田信玄があの城を作った場所でしょ、あそこね。確か。ね、なんかそんな書いてました。書いてました。うん。うん、でですね、その甲府ですけれども、スイトン食べました？はい、何ですか？スイトンだよね、山梨の名物って。ほうとうだ、ほうとう、ほうとう。ほうとうはね、なんか昔、一昨年かな、うん、いや食べたんで、あんまり僕の中では好きな感じはなかったから、まだ行ってないんですけど。ああ、なるほど。何そばだったかな、あのなんかうどん食べに来ましたよ。すごい、あの太くて、めっちゃ硬い、縮れた、なんかちぎり麺みたいな。あの、鍋みたいに入ってるやつ？いや、僕が食べたのはザルみたいな感じだった。ザルみたいな感じだった？はい。あ、ほんと。吉田の手打ち吉田うどんってやつですね。へぇ。なんか、すいとんみたいな感じで。うんうんうん。なんか、うん、うどん、なんか初めて食べたっすよ。あの感じのうどんは。うん、なるほど。はい、いつからその山梨のチームで練習開始してんの？9月の6日に入りました。ああ、じゃあまだ12日しか経ってねえんだ。そうです。で、あれですね、まだ僕、怪我してるんで、うん、今ずっとリハビリで、まあ、シーズン、まあ、ギリ間に合えばいいかなっていうところなんですけど、まあ、一応、その、なんていうんですかね、プレーっていうところだけじゃなくて、うん、今までそのリーグワンだったりトップリーグで経験したことを、まあ、伝えてほしいということで今回あのチームに入らせていただいたんですけど。え、そうなんだ。あ、そうです。じゃあちゃんと、まあ、意図はあったんだね。そうですね、まあ、怪我は治るのも多分11月12月ぐらいになってくるんで、うん、シーズン終盤だと思うんですよ。でもまあそれでもっていうところだったので。なるほど、はい、さあそんな状況でまたあの進捗は教えてください。どこ行きましたとか、はい、うん、その面白いね、せっかくなんで山梨の美味しいワイン飲んだりとかね。確かにそうですね、はい、うん、あのぜひ教えていただければと思います。さあ今日はですね、ペイ君の語るラグビーの面白さについてということでですね、ちょっと話を進めていただければと思いますけれども、はい、まずルール説明的なとこから言ってもらっていいかな。ルール説明ですか。いやいや何でもいいんだけど。あ、まず、うん、まずボールの形は楕円球です。はいはい。ボールを前に投げちゃダメです、うん、あ、前に投げちゃダメですよね。はい。で、あ、だここがアメフトとの一番の違いですね。ボールを前に投げていいのか、うん、投げちゃダメなのか。え、アメフトって前に投げていいの？アメフト前にガンガン投げますよ。知らなかった。いやいや、アメリカ留学してたじゃないですか。あ、してた。一度も見に行ったことねえ。はい、それで？あ、そうっすね。なんかアメフトとの違いをまず説明していきながら話しますね。で、次は、はい、はい、お願いします。あとは防具を、あの全身になんかそのプロテクターみたいなのつけないです。僕らは被ってもヘッドキャップは2位になって、うん、で、まあ、マウスピースは絶対みんなつけますね。で、もうつけない人はもうそれしかつけないです。あ、そうなの。で、かぶる人はヘッドキャップかぶって、あとなんかショルダーパッドみたいな、その スポンジのなんかプロテクターみたいなのを肩にはめたりしてる選手はいますね。うんうん。でも、ほとんどの選手がもうほぼ生身でやってます。はいはい、それで？で、あとは、アメフトはボール持ってる選手が倒れたり外に出たらプレーそこで止まるんですけど、ラグビーは
ずっとプレーが続きます。倒れても、あれはボールが外にタッチライン割ったらサッカーと同じでスローインから始まるんですけど、うん、まあ、基本的には、うん、その動き的にはサッカーと同じような感じです。プレーはなかなか、うん、あの切れないです。うん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 、ですね。まあ、アミュートとの違いはそんな感じですかね、うん。で、あと、ボールは前に落としちゃダメです。はい。あの、ノッコンっていう、あの、ちっちゃな反則になって、で相手ボールのスクラムってところかなと思います。え、前に落とすってどういうこと？ボールキャッチするじゃないですか。うん。ボールキャッチして、前に落としてしまうと、そこでノッコンっていう反則になって、あのそこからスクラムで再開するか、相手にボールが渡ったらなんかアドバンテージっていうのが出るんですけど、まあ一回攻撃権が与えられて、うまいことアタックできたらそのまま続いていくんですけど、うまいことアタックいかなかったらそのボール落としたところからスクラムっていう、あのフォア、まあ、僕のポジションがやるところなんですけど、フォワードの8人がこう押しくらまんじゅうみたいなのを試合の見たことあるじゃないですか、はいはい、あれをしてプレーがもう一回再開されるっていう。あれ、サッカーでいうさ、試合始まるときあるじゃん、ちょんとボール蹴るやつ、あれなんていうんだっけ、キックオフ。あ、キックオフ。あれと同じことはラグビーは何するの？キックオフは、うん、まあ、真ん中にキッカーがいて、うん、相手の方に向かってボールを一回バウンドさせてから蹴ります。ドロップキックっていうのをするんですけど、うん、まあ、これがあのラグビーのラインって10メーター、ハーフウェイラインがあって、10メーターラインがあって、22メーターラインがあって、5メーターラインがあって、ゴールラインがあるんですけど、うん、その10メートルよりもオーバーしたボールを蹴って、うん、あの再開させるっていうのがありますね。それはだいたいキック、プレー、試合の始まりと、トライ取った後のリスタートはそのキックオフから始まります、毎回。あ、じゃあ相手の陣地にボールをドカーンと蹴るわけだな。そうです、蹴っていきます。あ、その蹴ったところの落ちたところが相手の陣地の奥であれば奥であるほど有利ってことか。まあそうですね。なんで、まあ、一応ラグビーっていうのは、うん、基本的にでもラグビーもアメフトもそうなんですけど、うん、あの簡単に言うと陣取り合戦です。お、相手の陣地に入っていってそのトライを取る、そのゴールラインを越えて、うん、そこにボールをグラウンディングすると点数入るんです、うん、でその時に入るのが5点です。はい。でその後トライを取った後にキック蹴るチャンスがあるんですけど、あの棒の間に入れるやつね。あ、そうです、それが入れば2点です。なんで1回で最大7点取れるんです。おで、まあ、ペナルティっていうのがあったりする。例えばオフサイドとか、サッカーでよくあるオフサイドとかあるじゃないですか。うん。で、ああいうことをすると、重たい反則をすると、あの、ペナルティキックっていうのを蹴れるんですよね。おう。そうすると、そのトライの後にするキックを、そのペナルティの時に狙えるんですよ。場所はそこの反則した場所から、ね、反則した場所からです。ああ。じゃあ遠い時もあるの？遠い時もありますけど、でも遠すぎて入らないんで、うんうん、そういう場合はあのボールを外側にキック蹴って、あのもう一回アタックするっていう風ななんか作戦するんですけど、うんうんうん、基本的に相手の敵陣でペナルティしたら大体あの3点狙えますね。あのそのペナルティキック狙えるんで、それが入ると3点入るんですよ。あ、3点なんだ。なんでラグビーっていうのは5点と7点と3点を組み合わせて点数取っていくんですよ。うんうーん、そうなんだ。はい。で、人数は15人でやります。おお、15人ね。はい。で、なんかラグビーとサッカーの違いでいくと、カード出た時の対処法が違って、うん。イエローカードってサッカーだったらそのままプレイできるじゃないですか。うん、できる。ラグビーは10分間退場なんですよ。マジ？あ、そうです。じゃあ10分間14人になるんだ。そうです。レッドカードは？もうそのまま退場です。あ、それは一緒だね。はい。そうなんだ。あの、素朴な質問していいですか？はい。サッカーの場合は、前の人たちがフォワードじゃないですか。はい。で、後ろにいる人はバックス？バック？はい。ってなるじゃないですか。はい。スクラム組む人がなんでフォワードなの？
怖っ。それね、そういうのを質問するのやめてくださいよ。なんでそのね、名前の由来を知りながらラグビーしてるわけないじゃないですか。それね、でも、なんていうんですかね。じゃあ、ヒロに逆に質問するんですけど、サッカーのフォワードってあれ、なんでフォワードって言うんですかって言われて、パッて答えますか？いや、答えれないし、なんか言い方めちゃくちゃたくさんあるかわかんないですね、サッカーは。っていう感じなんですよ。なるほど。そうですよ。はい、お笑いをしてる中で、なんでボケって言うんだみたいな。なんでツッコミって言うんだみたいな。それの説明をしてくれって言われてるようなもんですよ。あ、それはもうそういう言葉だっていう。わかりました。すいません。本当に。本当にすいません。はい。じゃあその質問はなかったとして、大体わかってきたよ。分かってきました。まあでも一個覚えておいてほしいのは、本当に陣取りゲームってだけ覚えてればいいです、うん。でもサッカーだって陣取りゲームじゃないの？違うの？あれは。そうですね。サッカーも陣取りゲームっちゃ陣取りゲームだし、なんか今そういうサッカーが主流になってきてもいますね。うん。はっきり前に入れる。ねえ。まあ、だからこそなんかキックっていうのがあったりするんですよ。ラグビーっていうのは、うん。基本的にそのボールを後ろにしか投げちゃダメなんですよ。うんうんうん、うん。これがなんかラグビーの面白さのところの一つだと思うんですけど、うん、ボールを後ろにしか投げちゃダメなんですけど、前に進んでいくんですよ。うん、そうだね。それをどういう風にしてやっていくのかっていう、うん、その駆け引きっていうのが面白くなってくるところですね。うん、なんか、ここは僕もでも30ぐらいになってからですよ。このやっとラグビーの本質的な面白さに気づいたので。うん、でも 10代とかその13歳で僕ラグビー始めたんですけど、うん、もうその時のなんか楽しみって言ったら相手吹き飛ばして褒められるってところでしたよ。ぶつかっていいみたいな、うん、なんでそのじゃあ今からもし太郎さんがラグビー見られるんだったら、うん、まず最初の楽しみ方はそこからでいいと思います。その人と人が全力でぶつかり合うところなんてなかなか見ないじゃないですか。なんそうだね。なんかその非日常みたいなところを楽しむところから最初始めてもらったらいいんじゃないのかなって思います。うん、あのそのボールをさこう横に出してくじゃん、走りながらさ。あ、そうです。前に、まあ、投げちゃダメなんで、横前横か前横、ね、後ろには投げていいんで、うん、でそれをこうポン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 渡していきながら、はい、それに対してアタックしていくじゃん。そうですね、はい。アタックっていうの？タックル。あ、ディフェンスですね、それは。うんうん、あ、ねえ、あのタックルしてる人たちがフォワード？いや、これあれなんですよ。全員がタックルもするし、ボールもらって走るし、まあ、キックはなかなか蹴らないですけど、フォワードの選手は、うんうん、でもその基本的に一般的なプレーっていうのは全員するんですよ。だからそうなんだ。そうなんです。だから僕らみたいな僕のポジションでもスクラム、うん、僕のポジションはスクラムを組むのがまあ基本的な、まあ、メインの仕事なんです、うんうんうん、スクラム組むっていうのとラインアウトに僕はスローイング投げるっていうのが一番の大きな役割です、うん、その中でその後あの試合が続いてるじゃないですか、うん、あのプレーが続いてる中でそのやることっていうのはみんなそれぞれ、まあ、同じようなことをします。その中でもフォワードっていうのは割とそのサポートの方に徹したりとか、うん、まあ、近場にこうぶつかっていくみたいな、あの、まあ、ウォーリアーみたいな感じの戦士みたいな感じの人が多いですね、うん、でバックスっていうのは俊敏性があるんで、まあ、ボールを外につないでいったりとか、あのステップ切りながら相手かわしていったりとかキック決定とかっていうのをしていくのがバックスですね。俺分かった。ただでも、はい、あ、ごめんごめんごめん、続けて。ただバックスもそのサポートしたりとかするんで、そのタックルが起こるじゃないですか、うん、タックルが起こって倒れた時にこのボールを守らないと相手に取られちゃうじゃないですか、うん、なんでそれをプロテクトするためにオーバーって言って入っていくんですけど、それは基本的にまあフォワードが大体入るんですけど、うん、一番外側にボールが運ばれていた時にフォワードいなかったりするじゃないですか、うんうん、そうなってくるとバックスがオーバーしたりとかするので、一概にだからあの全員なんですかね、フォワードだからこれする、バックスだからこれをするっていうのじゃなくて、大体みんながそのジェネラルのプレーっていうのはやっていきますね。
パスもするし走るしトライするしっていうの。つまりイメージはそのフォワードの人たちはスクラムを組むから一番前にいるんだ最初。ああそうです、前にいますね。あ、だからフォワードだ。あ、前にいるから。あ、そういうことですね、うん、あ、確かにそうですね、うん、フォワードとバックそうですね、後ろにライン張ってるんでバックスですね、うん、で後ろのバックスの人はなんか足がちっちゃく速くてなんか細い人もいるじゃん。はい、ペイ君みたいにでっかい人ばっかじゃない人もいるじゃん、たくさんいますね。はい、いやすっげえ足が速くてさビヨーって球持って走ってる人いるじゃん。はい、だからその点取りに行ってる感じがしたからフォワードってなんで言わねえんだって思ったけど、最初後ろにいるからだ。はい、そうです、ね、この僕の仮説どうですかね。んー、なんかそんな気がしてきましたね、多分そうですね。うん、面白いね。ラグビーボールは、はい、なんで楕円形なんですかっていうのをウィキペディアで調べてくださいってさっき言ってませんでした。言ってました、はい。あ、それ収録前に言ってたね、そういえばね。あ、そうです、収録前に言ってました、うん、収録前にね。サッカーボールがなんで丸いのと同じもう質問になるんで、それだったら、うん。このトークをしながら調べてたら、はい、あれなんだって、もともと豚の膀胱を膨らまして、それに牛革を貼り合わせてボールを作ってたんだって。へ、はい、すげえ。うん、だから、ラグビーのボールはサッカーと同じフットボール用の球形であったようであるって書いてあるわ。ところがボールを手に持って走るとなるとボールが重くてプレーしにくかったと、うん、で軽いボールを開発していく中で、あの形にだんだんなっていったって書いてあるね。まあ、キャッチしやすいんですよね、うん、多分、うん、ボール持って走るってなった時には、うん、いや確かにあの形してたらサッカーできねえもんね。無理っすね。どこ投げるか分かんないですから ね。うん、分かんないもんね。はい。人生みたいなもんですよね。本当考えた人天才だなと思うよね。いや、まあ、いや最初に始めたそのねエリス少年始めたみたいに言われてるんですけど、うんうんうん、急にボール持って走り出して、うん、ねえ、そいつもやばいですけど。それを止めるためにタックルしたっていうのもちょっとやばいっすよね、うん、そうだよね。野蛮なスポーツだよね多分ね。でもねこれ僕、うん、大学の時教職取ってたんで、はいはい、その授業の中で出てたんですけど、うんうん、イギリスではでもあれですよ、まあ、これ教育的に思春期の子たちのその欲発散させるためにっていうところでやっていたり、うん、でもラグビーや野蛮って思われるじゃないですか、うん、意外と真摯なスポーツって言われていて、うん、だよね、ラグビー出身の経営者の方とかめちゃくちゃいるんですよ、うん、なので全然野蛮じゃないです。うん、そうですか、そうですか。いやでもその話は聞いたことある。ジェントルマンのスポーツだっていう話はね、はい、なのでそのまあ教育の一環で使われたりとか、うん、その多感なね青年が発散するためにラグビーってところ使われたりとかしてて、割とその教育的な観点でもラグビーっていうのはいいっていうふうに言われてるので、うん、はい、あれだよね、イギリスのどっかの高校で教育のためにある先生が始めたのがきっかけなんでしょ。そこまではちょっともう授業中に出たんで覚えてないですね。確かそうだったような気がするな。はい、ヒロ君、はい、今までペイ君がラグビーについて語ってくれましたけれども、いや結構ね僕、うん、ルールは案外分かってるんですよ多分、うん、とかも見てるしテレビで。ただなんかすごい謎っていうか思うことは、その戦術みたいなのはどこに違いが生まれるのかなみたいなのはめっちゃ思うんですよ。前にボール運び方とかも、まあ、サッカーで言ったらもうめちゃくちゃいろいろなんかチームによってもやり方違うし、うん、もうラグビーみたいにすぐ前にこうルーズなボール入れて陣地取りっていうのもあれば、もう後ろから丁寧にパスつないでいくみたいな、うん、ラグビーってなんかパスつないでる
のも限界あんのかなみたいな。ずっと動かしてても、最終的にというか、詰められたら、陣地回復で前に蹴んなきゃいけないとか。ここら辺のなんかチーム戦術は、どういうところに違い生まれるのかな。ああ、でもね、そのボールをつなぐってところに関しては、去年ね、ワールドカップがあったんやけど、その時のニュージーランドとアイルランドの試合で最後のワンプレーが何分だったかな、何分だったかちょっと忘れちゃったっすけど、35ページぐらい、35回ぐらいアタック続くんよ。ボールを回して回して回してって、でどん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 敵陣の方に入っていくってことしてるから、もう最悪ずっとパスつなぎながらトライ取りに行くことはできるけど、その陣取り合戦って言ったやん。で結局自陣でボール回すって結構リスキーなわけよ。そこでボールを落としたりとか、相手取られたらもうすぐトライされちゃうから、そのエリアっていうのは抜け出すために割とキックを蹴る。だからそのエリアエリアでプレーするのが変わってくる。だから敵陣でやるプレーと自陣でやるプレーと、まあ、ミドルでやるプレーとっていうのは変わってくる。だからそこがまず戦術的なところの一つで、でラグビーやってる中でやっぱりこうずっとボール持ちながらアタックし続けると結構疲弊したりとか、まあ、ミス起こってしまったりとかするやん。で結構もう崩しようがなくなってきた時に、そのキックっていうオプションを使って一旦そのなんていうかな、カオスな状況を作り出すというか、セットされてる状態でアタックする方がしやすいやん。でも、うん、キックを蹴ることで、まあ、エリアを回復する、敵陣にボールをドーンって蹴り込んで、敵陣を取りに、陣地を取りに行くキックをしたり、あのハイパントっていう真上に、結構最近主流なんやけども、その真上に高いボールを上げてそれを競りに行く、取りに行くってやると、ボールただ繋いでるだけやったら前に出れへんものをキックを上げて 50-50 のオプションを取りに行くことで、キャッチできたらね、そんだけ前に進めるし、でお互い競り合うから、もしかしたら落とすかもしれないなった時に、もう一回そこからスクラムから再開できたりとか、でまあ取られたとしてもその間にディフェンスを揃えて前に出るから、まあ次につながっていくみたいなところで、あの割とそういう風なキックをしたり、あのボールを回したりっていうのを基本的にするかな、戦術的に。でそのまあ戦術的なところでいくと、ボールをどう振っていくか、相手をどう崩していくかみたいなところはいろんなチームによって変わってくる。例えばボールをワイドに、外にボール運んでいって、すごいこうディフェンスの幅を広げるっていくと、まあ、真ん中が空いてきたりとか、で近く近く攻めていってディフェンスを寄せていって、外側にスペースを作ってボールを運ぶとか、でじゃあキックっていうところを多用しながら相手敵寄せる、でもパスで外まで取るっていうのは難しいから、キックやと一気に逆サイドまでボール運べるやん。なんかそういう風に逆サイドに運ぶオプションを取ったりとか、割とこうラグビーも駆け引きしながら、どういう風に相手のディフェンスのラインを崩していくのかみたいなところをこう戦略的にやっていくスポーツかなっていうのは、本当にね、情けない話、30近づいてぐらいから気づきました。それまではもういけいけどんどんでぶち当たっていけっていう感じでずっとラグビーやってたんで、なんかそう、それが分かるようになってからラグビーって面白いなーって。僕は多分20代の中頃ぐらいまではラグビーの魅力はぶち当たれることってずっと言ってたんでそうなんだ。そうです、そうです。あのつまりはラグビーはボールを地面に落としちゃいけないから、そもそもが落としちゃいけないんだろ。ま、前にボール落としちゃダメなだけで、前だんじゃ、後ろはいいんだ、後ろに落とす分にはよくて、であとまあパス投げた時にバウンドさせてキャッチとかは全然 OK です。あ、全然いいんだ。キックもバウンドさせてもいいですし、全然大丈夫です。だサッカーみたいにドリブルしながら最後トライするとかもあったりしますよ、キック蹴って。あ、そうなんだ。はい。いや、要はサッカーでいうさ、カウンターみたいなのはないのかなと思ったの。あ、カウンターですか。うん、よくさ、こっち側のチームがさ、こっち側に攻めてい
って言ってさ、はい、もうみんなゴール相手のゴール前にいるときにボーンって球がいって一人だけ駆け出すって言ってさ、はい、おいで点取るみたいなことやったりするじゃん。そういうのあるの？なくはないですよ。ただそのラグビーはキック蹴った人よりも後ろじゃないとプレーしちゃダメなんですよ、うん、だ基本的にボールが一番前なんですよ。あ、そういうこと。じゃボールが一番前なんで、だからボールの前に人いたらその選手にまずそもそもパス来ないじゃないですか。それ前にキックでもダメってこと？キックもダメよ。キックオフサイド取られちゃう。ああ、そういうことか。俺ずっとなんで前で待ってないんだろうってずっと思ってたんだよね。え、思ったよね。そうっす、ダメなんですよ。だから、でもありますよ、ゴール前で、ボールがターンオーバーして相手ボールになりましたってなった時にボーンって蹴って足の速い選手がバーって走っていってトライみたいなのはあったりしますよ。うんうんうん。ただでもそうです、そのなんていうんですかね、基本的にはボールより前のプレーは何もできないです。そのさっき言った戦術的な部分で言ったらそれの規制も相当あるよね。そうね。でどん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 そのルールが結構割とラグビーは改正されることが多くて、例えばなんかキックのルールもちょっと変わったんですよ、うん、あ、そうなんだ。ここは結構複雑なルールになるんでここで何か言っても多分難しいなと思うんですけど、結局はラグビーって見てる人がどうやったら楽しめるかっていうと、やっぱりボールがポン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 回っていって楽しめるじゃないですか。ずっとボールがなんか動いてない試合見ても面白くないじゃないですか、うん、なんでそのボールが動いてよりそのちゃんと回るようにエキサイトするようにちょっとディフェンス側に不利なルールを追加していったりするんです。だからディフェンスのレベルがどん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 上がって、ディフェンスがやっぱ強いと勝てるんでディフェンスのレベルがどんどん上がっていくんですよね。そうなってくるとボールが回らなくなってくるじゃないですか。なんでちょっとたまにそのルールが改正されるときにディフェンスに不利になるようなルールをつけたりして、ボールがより回るようにしていくっていうところになってるんですけど。ん、それみんなついていけるの？ルール変わったら一応チームのレフリーいたりするんで、うん、改定されたルール説明されたりとか。そんなしょっちゅう変わんの？まあ大体そうですね、なんか最近その50-22っていうなんか新しいルール増えたりとか、うん、2、3年、3年、4年前くらいかな。なんかその22メーターっていうそのラインがあるんですけど、そこから前でプレーしてるときに直接ボール出しちゃダメなんですよね。直接そのボールをタッチラインに割ってしまうと蹴った位置まで戻されるんですよ。でっていうルールがあるんですよね。でまあその 50m より 自陣の50m がハーフウェイラインなんですけど、そのハーフウェイラインよりも内側、自分の陣地でプレーをしていて、なおかつキックをワンバウンドさせながら相手の 22m ラインより、内側でボールが出たらキック蹴った人からアタックできるようになったんですよ、最近ルール改正されて。わけわかんないな、さすがに。そう、わけわかんないやろ。だからこうなってくると、じゃあ何が必要かってなってくると、その後ろに人がしっかり守らないとダメになってしまうわけや。ロングキック蹴られたら相手ボールになってしまうから、それをさせんために、ね、後ろにラインで入らなあかんくなってしまうから、そうなると15人全員でディフェンスするよりも枚数減らせれるやん。でそれを1人で守るってなると、ね、14人で守ったりするけど、じゃあそれをねキック守らなあかんから13人にしたりとか後ろ3枚にしたりとかってなってくると、前のラインがディフェンス少なくなってくるやん。そうなってくると一人一人が守る幅が増えてくるから、よりその前に進むことができていくとか、なんかそういう風にね、こうこれをね説明するのがすごく難しいんだよね。俺もう頭の中ハテナマークしかないよ今。なんで、うん、いやあれはキックをさ出した方のボールになるのはなんだよ、直接出した時に。そう、あれがすごい不思議。わざとライン奥出すじゃん。うん、そしたらさ出した方のチームから再開できるじゃん。ああ、出した方、
スローインをさ、うん、出したチームがさ、あの投げてさ、あの足持ってあげるやつ。ああ、それはペナルティー取られた時に攻撃が2回与えられる、攻撃権っていうのが。そういうことか。ああ、だからトライかを選ぶってことね、そこで。そうだ、キック取って前に進む状態からアタックするか3点狙いに行くかみたいな、この2つのオプションが取れるわけ、敵陣に入った時に。だから言うたら相手の敵、相手のその、まあ、キック狙えるところでペナルティ取ったとしても、あえてタッチにボールを出したりするっていうのは、ゴールがね、敵までのゴールが近いとそこでアタックする方が有利や、うん、でそこで5点7点を取りに行くか、確実に3点を取りに行くかっていうところも、これも結構駆け引きで。それ誰が決めんの、試合しながら。あのキャプテンが決めたりしますね。であとはまあその、うん、一応チームで決まったりします。そうなんです。で結局そのなんていうんですかね、5点狙いに行くっていうのも確実じゃないじゃないですか、うん、だったらちっちゃな3点っていうのを積み重ねていって勝つっていうのも、だから最悪3対0で勝てるスポーツなんですよ、ラグビーって。あー、だからディフェンスが強いチームが強いんですよ。うん、だパナソニックとかが強いのはそういうところです。ディフェンスめっちゃうまいんで、うーん、でその3点積み重ねていったりするんですよ。あの国際的なさ、あのワールドカップぐらいは俺も見てたんだけどさ、はい、あれで言うと例えばニュージーランドとかめっちゃ強いって言うじゃん、はい、あのなんだっけ、コカ・コーラじゃなくて、うん、コークオールブラックスですか。そう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 、それそれ、なんか踊るやつら、ハカハカハハカハカ、はい、うん、あれのさ、チームはなぜ強いのって言ったら、でけえからなんじゃないかと思ってたんだけど、それは間違い。でかいで言うと南アフリカが多分一番でかい、強い。あ、でかいんだ。パワーですね。なので前回のワールドカップも優勝してます。ああ。ただそのオールブラックスが何が強いかというと、やっぱ全員がすごくスキルフルなんですよ。パスとかがめっちゃうまいんですよ。パスワークだったりとか、ラグビーの理解度ってところがすごく高くて、うん、で特に強みがそのキック蹴るじゃないですか、相手が、うん、そのエリアを取りに行くために、うん、この、まあ、これアンストラクチャーって言われてる、そのなんですかね、ストラクチャーが決まっていない、ストラクチャーって何て言うんでしょうか、まあ、攻撃のなんていうか型みたいなのが決まってない、うん、そのディフェンスもガタガタのカオスな状況あるじゃないですか、うん、ここでのアタックがすごくうまいのがニュージーランドなんですよ。へー。だからこう相手が手詰まりになったらキックを蹴るとか、エリアを取りますキックを蹴るってなった時のカウンターのアタックがうまいんで、うん、あのオールブラックスは結構強い。うーん、でシンプルにすごい選手とかもいるきて、で、まあ、全体的な能力が高いんで強いっていうのがありますね。うーん、南アフリカはもうパワーです。もううーん、めちゃくちゃでかいです。そのラグビー選手をが、じゃあラグビー選手見ててこの人うまいなっていうのはどこなの、一番ボール扱い。でもポジションによると思う。あ、例えばだから俺のポジションやったら堀江さんって、あのドレッドヘアの人ね、去年引退しちゃったけど、うんうん、今年引退しちゃったけど、うんうんうん、やっぱあの人とかはすごいこう視野が広くて、すごくスキルフルだから、なんていうのかな、俺はあんまり得意じゃないんだけど、そのオフロードパスとか、タックルされてる状態でボールつないだりとか、あとはそのバックフリップでなんかこう、なんていうかな、普通は手こう両手でこう投げるところを裏からバスケのパスみたいなのをしたりとか、なんかそういう小技がすごくうまかったり、であとはもうシンプルにその俺のポジションやったらやっぱ見るところはスクラムのコントロールができてるかどうかと、ラインアウトのスローイングの精度とかをやっぱり見るかな。だからその10番とかを見るってなった時に、そのオーガナイズが上手とか、キックのコントロールとか、だからそのそれぞれのポジションって変わってくるんよね。うん。そう。いや、つまりみんな同じことをさっきの話だとするんだけど、それぞれのポジションにはポジションの役割があるってことね。あ、そうです。なんで、うん、まあ
これがやっぱラグビーの僕は面白さやと思うんですけど、本当なんか社会の縮図なんですよ。15人それぞれにルールがあるんですよ。例えば僕だったらスクラムのコントロールとラインアウトのスローイングを投げるんですよね、うん、でプロップって言われる1番3番の人たちっていうのはスクラムを組んで相手を押すとか、うん、押されないとか、であとロックっていうポジションはスクラムを後ろから押すポジションなんですけど、であとはその大体そのラインアウトのジャンパーになることが多いんですよ、身長でかいんで、うん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 、でフランカーって言われる人は機動力のあるフォワードなんで、まあ、バンバンタックル行ったりとかボールを前に繋いでいったりとか、割と求めそういうの求められてて、でナンバー8とかだと、まあ、何でも屋さんですね、フォワードの中の、まあ、大きくて強い選手がいるので、まあ、ぶつかったりとか外で走ったりとかっていうところをやられます。で9番が球出しするところですね、ハーフスクラムハーフっていう。で10番が司令塔、まあ、90が大体司令塔なんですけど、10番がそのどういうふうにアタックを組み立てていくのかっていうことを言ったり、11番14番は外側にウイングっていうところなんですけど、まあそのボールを持って前に走っていくトライ取るところのポジションですね。でセンターっていうのが12、13で、まあボールを中継していきながら外に運んだり、その真ん中でクラッシュしたりっていうところをやったり、15番は割とフリーでいろいろ動けるんですけど、アタックのそのキーポイントで入ったりとか、ディフェンスの時は後ろに下がってるんでボール蹴ってきたのに対して反応したりとか、なんかそれぞれが役割あるんです。でそれぞれがその役割を果たしていきながらトライに向かって進んでいくっていうのが、まあ、ラグビーの一番の面白さじゃないですかね。なるほど。だから文化としてラグビーがこう相当見続けないと分からないだろうな。そうですね、特にその球際、うん、そのごちゃごちゃしてるところで何が起こってるのかっていうのは、うん、最初分かんないと思うんですよ、うん、でもこれも見てったら慣れるんで、もう本当に最初は人と人がぶつかるところを楽しむから始めていって、うん、で あの人パス上手だなとか、あいつタックルすげえなとか、なんかそういうところでいい最初スタートは。で、まあ、あとはなんか あいつかっけえなとか、あいつ可愛らしい顔してんなとか、あいつなんかちょっといぶし銀だなとか、なんかそういうところでも全然いいです。ちなみにラグビーは女子ラグビーってあるの？はい、あります。あるんだ。はい、ありますね。知らなかったよ。はい。でラグビーって実は7人制のラグビーとかもあったりするんです。うん、それはこの間聞いた。そうです。はい。なんで女子とかだと7人制がすごいこう強いんですよね。15人制も今強化してるんですけど、国際的にはどうなの？オリンピックよりもやっぱりワールドカップの方がお祭り度は高いわけ？ああ、そうです、もちろんその通りですね。なんでラグビー15人制 そのユニオンって言われるやつなんですけど、うん、ユニオンがやっぱり人気ですね。でもセブンスっていうのもなんかそのまあ、最近始めた国とか最初7人は集められるじゃないですか、うんうんうん、なんでそういうところで結構7人制も盛り上がってます。うん、で南半球とかに多いんですけど13人制のリーグラグビーっていうのがあったり、なんか12制のテンズっていうのがあったり、でオーストラリアだけにあるなんかオージーフットボールっていうちょっと特殊なラグビーだったりするんですけど、うん、もう基本的には7人制と15人制のユニオンだけ知ってればいいかなって思います。ちなみにさ、アメリカンフットボールはフットボールっていうじゃん。はい。なんでラグビーはなんちゃらフットボールじゃないんだろうね。以上ラグビーフットボールですよ。あ、ラグビーフットボールっていうの？はい、ラグビーフットボールです。あ、初めて知ったわ。本当ですか？一応ラグビーフットボールですよ。あ、ラグビーフットボールって名前なの、正式名称。ちょっと待って、これ違ったら恥ずかしいな。いや、知らんかったな。ちょっと待ってください、ウィキペディア行きますわ。うん、うん、いや、ラグビーフットボールです、はい。あ、合ってます。そうなんだ。はい、そうです、ちゃんとフットボールです。うん、足使うんで。あ、そういうことね。はい。でも、もともとサッカーはフットボールじゃん。はい。ね、もともとサッカーフットボールで、ラグビーもラグビーフットボールっていう別のものができて、
それがアメリカ渡ってアメリカンフットボールになったのかな。なんでなんですかね、ちょっとアメリカもわかんないわ、ね、かんないね、うん、はい、でもまあラグビーはそうですね、本当にチームによって国によってあの攻め方だったりとか違うんで、うん、なんかそれが分かってくるとまた面白くなってきますよ、うん、ヨーロッパのラグビーは結構この硬いラグビーだったりするんで、うん、おー、そうなんだ、はい、でその辺ニュージーランドとかはやっぱりこうエキサイティングなラグビーしますね、ボールをバン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 外を回していってグラウンドを広く使ってアタックしたりとか、なんでそのどういうプレーが好きなのかみたいな結構分かれます、その手堅いセオリー通りのラグビーが好きなのか、うん、ちょっとこのボール動かしたエキサイティングなラグビーが好きなのかとか、なんかサッカーみたいなね、それもブラジルのサッカーとヨーロッパのサッカー違う的な話聞いたら、それは違いたくさんあるんだろうなって感じしましたね。えまあ国民性とかね、あとプレーの仕方とかね、そうですね、うん、そういうのも違うだろうしね、そもそもファンが何を喜ぶかってのもあるよね、まあ、だからそこも国民性だともあるけどね、そこもねいろいろっすよね、うん、そう、日本だと日本でもやっぱいろんな楽しみ方あるんですよ、うん、そのもう本当にエリアちゃんとこう取っていってるのを楽しむとか、うん、こうしっかり崩してトライを取るみたいなのにやっぱこうね、やっぱ僕今最近面白いなと思ったりするんですけど、うん、でもやっぱりこうぶち当たっていくのが好きだとか、やっぱりあの日なんか一生懸命頑張ってる姿見るのがいいとかいう方もいるだろうし、うん、あとはやっぱりこうちっちゃな選手が大きな選手にタックルいってるとか、なんか人もうあとはもうシンプルにあの顔がかっこいい選手見たいとか、いろいろいますよ、はい、なるほどなるほど、いやー深いね。本当ですか。すごい深いね。分かってもらいました少し。なんか、うん、このやっぱね、口だけで伝えるって相当難しいなって思うんですけど。いやでもなんかあのルールが分かったよ。ルール分かりました。ルールがだいぶ分かった。あとはもう見てみて、あこういうことねあの時言ってきたのみたいな感じになるんじゃないかな。で今はそのテレビでも一応ルール解説下に出てたりとか、うん、なんかノットリリースザボールはこういう意味ですとか、オフサイドはこれですとか。なんかいろいろ出てるんで、そういうところからまずはなんかルールちょっとずつ覚えていって、うん、ただオーソドックスなその何をしちゃダメなのかっていうのと、どういうふうなことを目的にそのトライを取りに行ってるのかとかだけが分かれば、うん、あとは本当に勉強と同じで知ってどん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 見ることで覚えていけるのかなって思います。あのさ、サッカーだとさ、よく反則取られるじゃん、よく止まるじゃん、あの当たりに行ったら、はい、ラグビーの場合はタックルできちゃうからそもそもが当たるスポーツじゃない。そうですね。そうすると反則っていうのはもうボールを前に落とすとかそういう感じのことだけなの。 あとはそのボール人が寝るじゃないですか、タックルされたら倒れるじゃないですか、うんうんうん、そこのボールをこう取りに行くんですよね、やっぱりディフェンス、はい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 、そこでの攻防でペナルティが出たりします。例えば寝た、取りに行こうとした選手が、ね、うん、倒れてしまったり、立ってないとボールに触っちゃダメなんですよ、うん、立ってるプレイヤーしかボールに基本的に触っちゃダメなんですよ。立ってるプレイヤーしかプレイしちゃダメなんですよ。あ、そうなんだ。だからそこに対してペナルティが出たり倒れ込んでたりするとそれもまたダメだし、であとはそのボール持っててさ、タックされてさ倒れるじゃん、はい、はい、倒れた瞬間にボール離さなきゃいけないの、その子。あ、離さないとダメです。あ、でそのボールを離そうとしてるのを離させないようにするのが、うん、まあ、よく聞くあのジャッカルとか出てたじゃないですか。うん、言ってた。あれをするのがジャッカルなんです。でノットリリースザボールっていうのはそのボールをそのままです、うん、ノットリリースザボールなんでリリースできないっていうのがノットリリースザボールなんで、うん、それペナルティになったりするんですよ。なんかいろいろあります。なるほど、なるほど。でそういうの横から入っちゃダメみたいな。あ、横、そうだから結局その後ろからしか基本的にプレイしちゃダメやから、そのオーバーっていうそのなんていうのかな、相手をそのボール取りに来てるのを剥がしたりするっていうのも後ろから行かないとダメなんですね。
横から入ってしまうと、まあ、危険性危なかったりとか、あとはそうそのボールのより前で基本的にプレーしちゃダメだから、なんかそういうところのルールに反してしまうからダメ。おもろ。いや、うん、でもなんかそういう風で、でもね、やっぱ僕ラグビーずっとやってるじゃないですか。うん、なんかこれが僕あのそのスパイスカレー好きに入ったなと思ってるんですけど。ん、どういうこと？この話しましたっけ？いや、で、あの、もう一回やって、して。僕スパイスカレー好きじゃないですか。スパイスカレーっていろんなスパイスが、それぞれこう主張、主張っていうか、それぞれスパイスなんか、ね、独特な匂いがあったりとか、ね、味があったりとか、色合いとか、風味なんかあるじゃないですか。あるね。で、これが、喧嘩してしまうと、カレーの味ができないじゃないですか。なんかラグビーも一緒で、それぞれがそれぞれの役割を果たしてるんですけど、一人だけなんかこう、一人よがりになってしまうと崩れちゃうんですよね。しっかりとハーモニーが生まれた中でラグビーっていうのが生まれるんですけど、カレーもこれ一人でもこうガガ出しちゃうとカレーの味崩れちゃうじゃないですか。ああラグビーだなーって思って僕多分カレー好きなんですよね。俺ね君がラグビーをやってなくてもスパイスカレーは好きだと思うぞ。取ってつけてるけど今一つ一つのスパイスがハーモニーをしてるからスパイスカレーが好き。あ、そうそう、ふんふんふん、ラグビーもそうなんですよって、それ取ってつけてるわ。取ってつけてるだけですね。取ってつけてるわ、でもそういうスポーツなのね。そうです。なんでまあ、そのね、全員で進んでいくっていうのが、面白さっていうのに、まあ、こう30近づいて分かりましたね。今までやっぱりちょっとそういう意味では、僕は割と独りよがりなラグビーをしてたのかなって思うんで。なるほど。はい。自分がボール持って進んでやるとか、トライ取ってやるっていうのがすごい強かったんですけど。なるほど。やっとね、なんかその辺分かってからちょっと楽しくなってきましたね。ねえねえ、ペイ君。ラグビー以外にはさ、はい、メッシとかマラドーナみたいな人いるの？いますよ。だからそれこそ、去年いたボーデン・バレットとか、あの神戸製鋼に昔いたダン・カーターとか、これもラグビーしてる人なら絶対知ってるスーパースター選手が日本に来てたんですよ。でデクラークっていうあの、ね、南アフリカの9番の選手がいたり、あの、髪の毛ふさふさの金髪のなんかライオンみたいな人なんですけど、割と日本にもスーパープレイヤー来てるんですよ。メッシ、マラドーナみたいな。あ、そういう人がいるわけね、やっぱりね。そうなんですよ。ただやっぱりこう、なんだろう、まだ日本で認知度が少ない部分があるんで、あまり騒がれてないですけれども、ラグビー界では相当騒がれてますね。ついにあのダン・カーターが来たのかみたいになってましたよ。それで言うともう一つ質問。はい。あのラグビーは国籍を持ってなくてもいいんでしょ？その国のチームに入れるんでしょ？5年いないとダメですね。あ、5年いないとダメなんだ。はい。で、60日間しか帰国しちゃダメです。5年のうちの60日間しか国に帰っていけない。年間、年間。あ、1年で60日は帰っていいんだ。はい。でも2ヶ月しか帰れないです。あの日本のさ、去年のワールドカップの時にさ、結構外国の人いたじゃん。はい。あの人たちはじゃあ5年間いて、はい、その5年間のうちの1年に60日だけは自国に帰ってるっていうこと。はい。あ、そうなんだ。で、一応ちゃんとそういう厳しいルールがありながら、で、一度その国で他の国で出たら自分の国でプレーできなかったりとかっていうのがあるんで。ん？それどういうこと？あ、だからあれです、その国の代表にはなれないんですよ。もう他の国、自分の国に帰って代表になるとかできないんで。例えばじゃあニュージーランドの選手が日本で、リーチマイケルさんとかそうですけど、あのもうニュージーランドであの人にオールブラックスになることできないんですよ。へー。なんで割とその何ですかね、みんな覚悟を持って、あの日本代表になったりするんで。誰からかも
5年さいないといけないってやつは、じゃプロになってから5年間は代表になれないってこと？なれへんなれ、だから最初はその外国人としてしかプレーできないから。プロリーグで5年その国でやんなかったらダメってこと？母国だったらなれる？母国だったらなれるよ。でも母国じゃないとこで代表になるなら、そこで5年プレーしないと。そう、あとはね、3等身だったかな、2等身はちょっとどっちか忘れちゃったけど、がその国にルーツがあればその国の代表になりたいです。だからハーフの人とかやったら、そのルール関係なしにそこの国で代表になれたりするし、うん、で今とかやと高校生とかからね日本に来たりするから、それこそあの東芝にいるワーナー・ディアンズとかだと、もうまだあの子何歳なのか、22、23とかなのかな、年齢まで把握してないけど、うんうん、高校からいるからもう5年って見なされると。はい、なるほど。中学からいる人とかもいたりするんで、うん、なるほど、面白いね。サッカー選手はあれだよな、国籍ないとダメだもんな、確か。帰化しないとダメっすよ。だよな。でもラグビーの場合は国籍取らなくても多分いいんだろうな、5年いるっていう事実があればね。はい、でもその7人制は分かんないですけど、オリンピックは多分帰化しないとダメなのかな、うん、なんかちょっと僕はすみません、そこはちょっと分かんないですけど、あ、はいはいはい、違うかな、5年でいいのかな、ちょっとごめんなさい、7人制は分かんないんですけど、15人制はそうです。2等身3等身話で言うとあれだよね、だからヌートバーみたいな状態だよね、だあの野球のね、はい、ヌートバーみたいな感じです。ね、だよね。そうかそうか、いやだいぶ分かりました。本当ですか。うん、これラグビー永遠に面白く話はできるものの、オチをつけなきゃいけないっていう、はい、オチがつかないね、これはな。そうですよね、どう、まあ、だからそういうつもりで僕さっきカレーの話したんですけど。なるほど、落ちなかったね、カレーは。うん、落ちなかったですか、うん、まあ、ちなみにさ、ラグビー選手ってさ、はい、寿命ってどれぐらいなの？あ、でも要はポジションによりますね。まあ、だいたい僕のポジションだとやってる選手はまあ30後半とか、うん、あ、いるんだ、近くまではやってたりしますね。でやっぱりそのバックスの、ね、ウイングとかだとやっぱスピードが一番求められたりするじゃないですか。うんうんうん、ってなってた時にやっぱりちょっとこう若い選手の方があったり、まあでもその経験値っていうのがやっぱすごいあるので、本当にすごい選手とかもいるんですけどさ、30超えてる以上、30後半とかで現役でやられてる選手とかもいるんですけど、うん、平均30ぐらいじゃないですかね。あ、やっぱりね、若いんだね、結構ね。30から、まあ、35とか、ベテランとかになってくるんで、うん、でもペイ君みたいにね、30超えないと醍醐味がわからないっていう子もたくさんいるだろうからね。おお、そこで言うと僕なんてね、うん、やっと分かってきましたからね。うんね、だからそうこうでいくと僕あんまね、そのやるのが好きだったらね、見るの好きじゃなかったんですよ。うん、でもなんかこうそっとその面白さが分かってきたら見んの楽しくなってきましたけどね。うん、そうでしょうね。やっぱ自分がぶち当たるのがずっと好きだったんで、うん、20代とかはなんか人のを見てるなと思ってましたね。うん、だからまあ、ただのイノシシだったってことだな。そうです、ただのイノシシでしたね。なんで、うん、あの頭打ちにあって試合出れなくなったんだなっていうのはめっちゃ思います、うん、あ、なるほどなるほど、人生反省ですね。いやー、いいっすね、年を取るっていうのはそういうことができるんでいいっすよね。あー、ほんとだね。いやー、いい話でした、ありがとうございます。はい、まあそろそろ結構いい時間になってきましたんで、はいはい、非常に楽しかったです。ほんとですか。ヒロ君も一回サッカーの醍醐味ちょっと語ってもらいたいね。これ難しいよ、世の中の人みんなサッカーは知ってるからさ。マジで無理です、ね、うん、ルールも分かってるけど、でもヒロ君が見るサッカーをちょっと聞いてみたいよね。ペ、聞いてみたいです、聞いてみたいですね。その人の人生観みたいなのも出るしね、今みたいに。はい、うん、うん、まあとりあえずヒロ君もちょっと準備していただきつつ、はい、今度話していただければと思います。今日の結論でございます。
ラグビーはスパイスカレーと一緒です。結局そこに持っていくじゃないですか。ということで、今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんぜひこのアスリートたちに聞いてみたいこと X にてお送りください。 Spotify の、概要欄に URL があります。そちらからお願いします。質問だけでなく応援メッセージもぜひぜひ大歓迎ですのでよろしくお願いします。また YouTube では動画でも楽しみいただけるんでぜひチャンネル登録もしていただければと思います。はい、皆さんからのたくさんのメッセージをお待ちしております。はい、ありがとうございます。ということでですね、今日は本当はヒロ君にラグビーっていうポエムを書いてもらおうと思ったんですけど、いきなりすぎたんでちょっと準備ができてないということなんで、次回ご自身の時にサッカーでポエムを書いていただければ、はい、サッカーですか、ラグビーで一本書く、はい、ラグビーも書いてください。スパイスカレー使うの禁止ね。了解です。大丈夫です。あれちょっとポエムっぽかったですもんね。ああ、そう全然使わないです。はい、ということで今日はここら辺でお別れしたいと思います。皆さんまた会いましょう。さよなら。さよなら。ラグビーはスパイスカレーだよ。スパイスカレーです。